は、ゆさみもりです。先週レプリカの浜崎直子さんから紹介されまして、今日のミュージックチップスは私がお相手させていただきたいと思います。25分間どうぞごゆっくりお楽しみください。Sony Music TV features Power 120 Video Classics, Interviews, Live Action and more on Friday nights. 毎週金曜日の夜、新着ビデオからクラシックスまで120分のオンエア。 Sony Music TV, don't miss it. 巷にあふれるさまざまな本を文化人が切る。テレビ初の本格的書評番組、机の本、ベッドの本はご覧の時間で放送中です。お楽しみに。改めまして、こんばんは、ゆさみもりです。2月になりまして、とても寒くなってまいりましたけれどもね、今年は私お正月に京都に旅行に来ました。で、京都はもう本当に寒いところですから、冬の京都っていうのは本当に足元から冷えてくるような感じのところがあって、それでお寺周りをしたのでね、なんかこう歩きながらも喝を入れられてるような、それぐらいの寒さだったので、もうすっかり慣れてしまっていて、結構今は寒くても大丈夫なんですよね。デビューして3年経ちまして、もうすぐ4年目になってしまうんですよね。なんかデビューまで2年ぐらい間がありまして、その間に周りのスタッフたちといろんな話をして、こんなことがやりたいとか、あんな歌が歌いたいっていうような、こう言葉のね、なんて言うんでしょう、こういう感じっていうのを、ぐっと推し進めてまいりまして、それが2年ぐらいあったので、デビューまでがかなり長かったんですね。で、デビューしてからっていうのは本当にあっという間にいろんなことが過ぎていきました。いろんな方たちともお会いできたし、友達もいっぱいできて、で、毎日毎日新しいことばっかり起こって、1年目は本当にてんてこまいっていう感じでしたけれども、2年3年経ってやっとなんとなく最近、自分の色みたいなものがね、できてきたかなと思っているわけですけれども、普段そうですね、私は何が好きかというと散歩が好きで、よく街を歩いているんですね。で、そんな大げさなものじゃなくても、駅まで歩く道が散歩だったりすることもあって、その中でいろんな人を見たりとか、道端にこう咲いている名もない花見てなんか思ったりとか、おじいさんおばあさんとすれ違った時に、何か感じたりするようなことっていうのは、私にとってはとても大事なことで、ほんの些細なことの中にいっぱいいっぱいこう教えられるっていうかな、あったかい思いが詰まっているような気がして、でゆっくり歩くのが好きです。そんな私ですけれども、昨年の9月に4枚目のアルバム Hope を作ったんですね。これは、Hope、本当に希望っていう大きな意味がありますけれども、私がずっとずっとこう心の中で大事にしてきた穏やかな音楽とか、優しい気持ちとか、あったかい心になれるような音楽とか、切なさとか面影とか、そういったものたちを全部こう希望っていうオブラートで包んだような、そんなアルバムになっているんじゃないかなと思うわけです。1、2、3枚作ってきまして、瞳水晶、空耳農家、ハルモニオデオンって、もうタイトルからしてなんかふんっていう感じなんですけど、4枚目はホープというなんかシャキッといきましてね、こう自分の中でも一つまた新たな一歩を踏み出したようなアルバムになっているんです。このアルバムはかなり長い間レコーディングしていましたけれど、最終的にメルボルンで、私がとても憧れていて尊敬している元スプリットエンズのメンバーたちとのセッションっていうのも実現した、もう夢のようなアルバムになりました。ではその中から野の花を聴いてください。
21日。これはすごいです。なんと私の新しいシングル1の発売日なんですね。この、今回のシングル1、1991年に1というシングルで始まろうというこの心意気を早く皆様にも直に聞いていただきたいなと私は切に願っているわけなんですけれども、なんかシングルのレコーディングだったのにアルバムのレコーディングくらいこう練ったっていう感じのね曲になっているんです。実はなんかこの曲はあんまり言葉で説明するように本当に聴いていただきたいのでぜひ聴いてください。それから、今日はあのビデオ2本目のビデオの発売日でもあるんですね。このビデオの方は1本目は私はあの森の中でコンサートをしてその模様をこうビデオに、撮ってもらったんですけれど割と、シンプルな形で、今回は一曲一曲いろんなシチュエーションで、撮っていただきました。なかなかねきっとこうトータルで見るといろんな味が楽しめると思いますよ。間にもおまけがついています。ではねこの辺でもう一曲いきたいと思います。夢を見たという曲ですけれども、これは井上大ちゃんの詩で、外間隆文さんの曲です。では夢を見たをどうぞ。Thank you.
ました。最近時々感じることなんですけれども、何かこう今まで分かんなかったことが分かりかけるような瞬間っていうのがあると思うんですね。実際にこう天から降ってくるように分かる時っていうのもあると思うんですよ。例えばそれは本を読んで前にも一度読んだことがあるんだけれど、もう一回読んでみたら新しいことがこう見えてきたり分かったり、それから友達と話している時に、その話している内容からいろんなところに結びついていって他のことがひらめいたりっていうことがあるように、ただ一人でいてもそういうことって起きると思うんですが、夢を見たっていう曲の中にはそんな、こう心の中を旅するようなそんな思いが入っているような気がします。夜中に一人で自転車に乗ってこう道をわーっと駆け抜けていくような、あのちょっとドキドキする感じと、怖い感じと切ない感じと、そんな複雑な思いが入っているような気がするんですけれどもね。あっという間でしたが、そろそろ終わりの時間に近づいてきたようなのですが、ここで私にとっての歌っていうのを少しお話ししてみたいなと思うんですが、とにかく物心つく前から歌を歌う子供だったらしくて、だから本当に今までずっとずっと歌って生きてきたなっていう思いがあります。これからもずっと歌って生きていくんだろうなって思います。その歌っていうのは実際ステージに立って人前に立って歌う緊張感の高い歌もあれば、何かリラックスしている時にふと鼻歌で歌ってしまうようなそんな優しい歌もあったり、歌にも表情がいっぱいありますよね。歌う場所によっても変わりますし、いろんな楽しみ方をして、歌を歌と一緒にやっていきたいなと思っています。なんかきっと今歌っている歌も何年か後に歌うと違う景色が見えてくると思うし、みんなの中で私の歌がこう心のどこかの片隅にでもひっそりといつもあるような、そんな歌が歌っていければいいなと思います。では最後にこの曲をどうぞ。
Sony Music TV features Power 120 video classics, interviews, live action and more on Friday nights. 毎週金曜日の夜、新着ビデオからクラシックスまで120分のオンエア。 Sony Music TV. Don't miss it. 月曜10時はせーのナイトチャンネル。めちゃくちゃ面白い、内容充実、情報満載のトップも出てるよ。見ないと遅れるぞ。みんな見てね。いかがでしたでしょうか、ゆさみもりのミュージックチップス。何かノロノロとやってまいりましたけれども、そうですね、最近また思うのは、こう自分の好きなものとか、大事にしているものっていうのをもっともっと追いかけたいっていう思いがあります。そんな気持ちを持っていい歌を歌っていければなと思っています。では、ゆさみもりのミュージックチップス、ここまで。それでは皆さん、ごきげんよう。